業を終える時、それは若者たちの新しい人生のスタートでもある。岐阜県下の昭和45年度の高校卒業生はおよそ2万7000人、その中のおよそ3000人の工業科卒業生は新しい産業教育を受けた未来の技術者の卵たちである。技術革新の時代に立ち向かう自信、それを植え付けてくれたのは高校3カ年の産業教育であった。苦しみに立ち向かった青春のひとときが思い出としてよみがえってくる。力の限界に挑んだ自信、それが今自分自身のものとしてよみがえってくる。岐南工業自動車科、県下でもただ一つの特殊学科である。自動車整備の公認工場としての設備、ここでは整備士としての基礎的な資格を身につけることができる。生活のうちにはエンジンの分解組み立ても容易にできるようになる。ディーゼルエンジンテスト、エンジン動力テスト、こうした原理的な学習が将来の役に立つ。日に日に発展する化学工業、目覚ましい産業界の技術発展に即応して生まれたのが岐阜西工業高校の化学工学科である。実習室のプラント設備は近代化学工場の縮図でもある。テレビジョン、インターホンで現場と直結する管理室、オペレーターを利用した作業管理も学習の中で自然に身についてくる。どんな作業の場でも科学的な分析が試みられる。またその作業を通して簡単な装置は自分たちの手で作り出している。学習意欲と率直な心が新しい技術を吸収していく。人間関係を育ててくれたのも高校生活であった。その中で若者たちはチームワークの大切なことを知った。岐阜工業高校工業計測科、オートメーションに必要な基礎理論と実際を学ぶ科である。装置パ
パネルは先生と生徒が一つになって作り出した学校独自のもので、応用範囲も広い。工業計測と自動制御はオートメーションに結びつく基礎であるだけに、その実習施設も多方面にわたる。新しい理論と新しい機械、それらを受け入れることのできるのは柔軟な若い頭脳である。オートメーション時代を切り開き、作り出していく新しい力を若者たちは持っている。高校電子科、このコンピューター部門は昭和46年度には新しい情報技術科として独立することになっている。電子計算機の知識とその操作を身につけた新しい技術者、つまり情報処理を身につけた新しい時代の担い手として若者たちが巣立つ日も近い。時代に即応した新しい教育と新しい知識、そこから新しい力が生まれる。こうした若い力は新しい時代の産業の担い手として世の中に送り出される。人手不足、技術者不足、それが深刻な問題である時代だけに、こうした若い技術者の養成は大きな意味を持ってくる。迎え入れる世の中は広い。多くの人々に見守られ、育まれて育った若い力が巣立っていく。若い力、若い心、若者たちの将来は揚々として広い。